こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は長野県長野市長野駅善光寺口にやってきました。本日は雨が降っていてちょっと肌寒い長野駅前、この後は約半月ぶりに長野総合車両センター行ってみたいと思います。関東甲信越地方も梅雨入りしたということで雨は仕方ないわけですが、前回訪れたのは2022年5月25日、翌26日に大宮総合車両センター東大宮センターの方から185系A5 編成10両長野総合車両センターに廃車改装配給ということで長野駅で見ることができています。そして翌週となりますが、6月3日深夜から翌日4日の早朝にかけて長野総合車両センターに配給されたのも185系A7 編成10両ということなんですが、立て続けの廃車改装配給となってしまいました。東大宮センターの方でたくさん見ることができました185系の A 編成、現在残りは A1 編成10両のみとなっています。長野に到着しまして約2週間経ってる A7 編成、果たしてどうなってるんでしょうか。この後見ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ただいま歩いて長野総合車両センターに向かってるわけですが、踏切の遮断機がおりました。この後は愛知機関区所属 EF64 型旋盤台通過のようなので見ていきたいと思います。先ほど EF64 1020号機が短期で長野駅方面に向かってきましたが、こちらは E353 系、主に中央本線の特急あずさ号や開始号で活躍します車両ということなんですが、長野総合車両センターで検査を受けたようです。本日試運転が行われていまして行ったり来たりしています。編成の方は9両編成で S120 編成となっています。そして総合車両センター方面に引き上げていきます。廃車置き場の話となりますが、さまざまな車両が最後を迎えます長野総合車両センター。吾妻線の工事用臨時列車、通称小野上保機なんて呼ばれていましたが、長野総合車両センターに2021年廃車改装ということで到着しています。以前長野貨物駅方面にいたわけですが、前回やってきた際廃車置き場の方に移動していました。今回見れるか定かではありませんが、廃車置き場の方に行ってみたいと思います。そして2022年4月27日にしなの鉄道115系 S22 編成 S13 編成15編成と3編成8両が長野総合車両センターに廃車改造配給、前回見ることができましたが果たして今回はどうなんでしょうか。そして廃車置き場が見える場所にやってきました。一番右には PF こと EF65 1104号機と1105号機、前回と特に変わりはなさそうです。そして画面中央となりますが、185系2編成確認できます。 A5 編成と A7 編成ではないかなと思うんですが、前面の愛称膜養生されているように見えますので、ヘッドマーク
取り外されたんではないかなと思います。10両編成が2本ということで20両いるということになります。3編成にばらされてるんでしょうか。ちょっと距離があり見づらいのですが、解体線、解体現場の方を見ますと、信濃鉄道115系2両編成の S22 編成、現在解体中というとこでしょうか。そして185系の周り、作業員の方が点検などを行っています。何かしらの作業を行われていると思いますので、行ってみたいと思います。いつもであれば正門の方からぐるっと回っていくわけですが、本日はそのまま解体線、廃車置き場の方に行ってみたいと思います。廃車置き場に到着しました。本日は訓練車が前に出ています。こちら2号車ということなんですが、長野総合訓練センター訓練車と書かれています。通電中ということで何かしらの訓練が行われています。やはり現在訓練が行われているということなんですが、奥を見ますと S22 編成、内装解体でしょうか、部品取りでしょうか、作業が行われています。そしてこちら小野上補機ということで、小野上駅常駐、6両編成そのままとなっています。こちらの車両もいつまで見れるか分かりませんので、今のうちに見ときましょう。タカタカと書かれていますが、現在はタカくん、群馬車両センターへと変わっています。そして補機の隣側となりますが、4号車ということでグリーン車、さらに左に行きますとモハ184-16ということで A5 編成の8号車です。となると隣の号車は9号車、モハ185-16となります。9号車の隣は10号車となりますが、クハ185-108、養生テープのようなものが貼られていまして手書きで書かれています。ひょっとしてくり抜かれてるかもしれません。手前の編成は A5 編成、奥の編成は分かりませんが、前面部分相性膜の方は外されているようです。部品取りが行われたようで、特急のシンボルマークもなくなっていますね。奥の編成は A5 編成の1号車なのか、もしくは A7 編成の1号車または10号車なのか、定かではありません。編成プレートの方が取り外されてしまってるんですよね。果たしてこれは解体待ちなのか。解体線の方には115系 S22 編成が入っていましたので、解体作業終了すればこちらの185系解体となってしまい、見ることができなくなってしまうかもしれません。解体現場の方を見ますと、重機が先ほどから動いています。車体の一部でしょうか、先ほど115系 S13 編成または S15 編成の一部を見ることができました。新就職の115系解体となってしまいました。廃車置き場の方に目をやりますと PF がありまして、左には189系以前編成組み替えということで6両編成の姿見ることができましたが、バラされてるようですね。赤いサビサビの車両は253系、左に目を向けますと雲屋143、そして奥にはちび6こと DE16 型、先ほどから重機が動いているわけですが、たびたび新就職の車体を確認することができます。先ほどの E353 系でしょうか、185系と並んでいます。
今回は廃車置き場の方を中心に見てきましたが、この先も定期的にやってきて見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、雨も上がりましたので、この隙に移動したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。